スタバによく現れる意識高い系クラゲ。どうもチャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで今回はですね、散歩を楽しもうというのをね、またまたやっていきたいと思っていますので、天海美術大学で散歩を楽しんでからレギュラーマッチ1試合頑張っていきたいと思います。さあ早速やっていきましょう。天海美術大学やかも、大学やしね、美術学べるし、天海やしね、いっぱいサザエ追っとるでいうことですよ。追ってないけどな。さあ行こう。はい、これ大学の入り口やな。多分正門か裏門、正門かな。あ、車も走ってますね。多分門でしょうね。で、ここにコラコラペラパロポーってあって、ここゴミ捨ての日ですね。ピンク黄色青緑とゴミちゃんと捨ててねいうことで、これはもう生徒の人のマウンテンバイクかもしれませんね。汚しておきましょう。はい、めっちゃ迷惑。ほんでここは受付、あ、受付のクラゲさんいますやん。クラゲさんだいぶ黒いですけどいますね。受付のあれやんか、ここで働いてるクラゲ社員さんがいますね。クラゲ社員に挨拶してからね、そっち行きましょう。で、ここ草生えてて、これは校内図かな。ほんで誰かここにカップラーメンの食いさし、誰やねんこんなとこにカップラーメン食うさん。ちゃんとゴミはゴミ箱へ行こうで、めっちゃ怖いやんこれ。イカの銅像や、こそうな、美術やからやん、ホラーやんこれ。こんなんホラーですよこれ。これは怖いな、シンプルにホラーでしたね。ほんでここになんか、なんかこれ、ちょうちんあんこみたいなシール貼ってますね。これ見えるかな。これなかなかいいセンスしてますね。ここの大学のシールなんかもしれません。そしてこれなんですよ、前から思ってたんですけど、祝い入学式とかなんかな、こうほんまなんか呪いにしか見えへんもん。お筆やんこれ。ずっと思ってましたからね、呪われとるやんいうことあって。あ、すごい、やっぱ芸術的な絵ですね。アメリカンなアメコミな感じなんでしょうかね。あ、食堂や、電気つけたらいいのにね。奥になんかイカみたいな、イカじゃないよ、エビみたいな絵も描いてますね。めっちゃ寝とるけどな。こんなとこ見たことなかったですけどね僕。じゃあなるべく上から攻めていきたいので、こっち行きましょうか。で、森があって別に空とかは何もないね。キャンパスがあって空は今日も晴れているという感じでしょう。で、ここは掲示板かな。はいはいはい、掲示板で、ここも掲示板と。で、校内図があって、あ、軽く中見えますね。中のキャンパスのあれやな、多分ここで制作とかしてるんでしょうね。へー、で、これなんやこれ、なんか締め手配みたいになっとるやん。絵が上手い少年とかなんでしょうかね。ここで安定のカップラーメン捨てられてるっていうね。誰やねんカップラーメン。あ、プレッサーの絵とかも描いてる。これ何なんでしょうかね、このなんかうなぎ犬みたいな、クラゲ犬かな、クラゲ犬みたいなのもいるんですよ。へえ、絵とかを描いてくれてんかもしれませんね。で、中でキャンパスで寝てる子もおって、あ、そこにも休憩してる子いますやん。こんなんがこんなんがこんなんかに、へえ、休憩しとるやん中で。更衣室みたいなところで休憩してる。漫画とか持ってますね。ロッカールームなんや。とか、登山部かなんかなんかな、大学のね。そんな気がしますよ。で、これは何なんですか？何禁止って書いてんかわからんけど、なんか、ウミウシかな？ウミウシ買ったらあかんねんって。あ、餌付けしないでくださいってことじゃないの？これ、犬にあげたん？これ、水用や、犬用のあれやんか。水飲み場のやつに、あ、ウミウシを餌付けしないでくださいっていう、あ、野良ウミウシのことなんや。これすごいですね。野良ウミウシね。野良ウミウシ、これは感動ですね。僕びっくりした。びっくりチャップや。こんなとこにウミウシ噛まないでくださいってなってたんですね。そして中でサボっとんのか知らんけど、安定のね、何かに持たれるとき空中浮いてますからね。後ろの椅子の意味すらないから。あれ椅子にも乗ってないし、座ってもないからね。安定の空中浮遊を見せてくれてますが、で、ここはあれやな、外のハスの葉とかをスケッチングする施設なんでしょう。あそこでなんか一生懸命絵描いてくれてますね。で、後ろのバス停でなんか待ってんのかな？帽子をかぶってるクラゲがいますね。珍しいですよね。あ、そこでも歩いとるやん。よう見て歩いとるやんか、そこのキャンパス内に。ほらほらほら、そこ歩いとる。メガネもかけてるやん。メガネとか帽子かぶってる。あ、珍しいですね。激レアクラゲですよ、これは。間違いなく激レアクラゲや。これ、ウミウシおらんのか、こん中に。いたら面白いんですけど、いなさそうですね。で、こっち行って、これは何かな？なんかのキャンパスの残骸みたいな感じがあって、そして木があって、ここでもあれやから、なんか悩んでますね。美とは何なのか、クラゲのプニュプニュとは何なのかっていう感じで悩んでるんですな。噛んでもうたな。
で、螺旋階段があって、ここにサーモン食われとる絵があるんですね。で、こっち見ていきましょうか。あ、よう見たらこれ、彫刻のハンマーとかありますけど、掘りかけなんですね。イカの形になってますもんね、この黒い下書きがね。こっからね、美術的なね、素晴らしい作品が生まれるんでしょう、いうことで、これかな、これなんか、頭かけたイカみたいな、ちょっとかしげてるような、あ、ここに写真置いてくれてますね。なんかすごいな、ほんま美術大学館マックスですね。すごいぞ。あ、で、これ案内図があって、あー、そこに座ってますね。なんか、カバンかなんか背負ってる、このクラゲの子。イカとクラゲを間違えるけど、なんか首にウナギみたいな巻きついてるけど、締められとるやん、首。あ、んで、螺旋階段も登ってる。あー、すごい。へぇ、いろいろあるんですね。アマ美術大学、めっちゃ見れるやん。あ、これも下書きしてますね。で、こっちにこれがあって、下書きがこんな感じということですね。はいはいはい、あ、一生懸命まだ登ってますね。どこまで登るんや、いうことありますが。ほんで、これほら見て、解体新書みたいな。すごいやん。クラゲがなんか神秘的やもん。噛んだけどね。すごい神秘的なクラゲですよね。なんか、すごい呪文使ってきそうやもん。で、これまたちょっとリアルなイカですね。あ、イカの髪の毛がイカになってんじゃ。イカとイカのコラボレーションいうことですね。はぁ、奥が深いですね。いろいろすごい。ほんで、この呪われた呪文みたいなやつでしょ。で、上見ていきましょうか。ちゃんと横にこれ写真貼ってくれてますもんね。上はなんもなさそうですね。あ、でも2階とかもありますね。あー、こことかにもちゃんとなんか掲示板があったりしたんですね。ほんで、ここにちゃんとゴミ箱あんのにね、カップラーメンその辺に捨てすぎやねんて。ほんで、これ見てくださいよ。ちゃんとトイレもあるんですよ。男用と女用のトイレ、男子トイレと女子トイレがすごいですね。ビーバスパークンとか多分ここの標識ちゃんと人のマークになってたと思うんですけど、アマの時はね、こうイカのマークにしてくれてるんですね。へぇ、すごいぞ。ほんで、あ、ここにも鳩がいますね。ポッポッポーって飛ばしておきましょう。で、こっちに行きまして、ここ上2階は見えへんのか。でも2階はさっき見たか。ほんで、ここ狭いところで芸術作品があるわけですね。はい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 。ここだいぶ見ましたね。じゃあこっち行きましょうか。ここはどうなんや？写真とか貼ってあって、ここはこれで、これさっき呪いのお札やとか言ってましたもんね。この4兄弟、この天美術大学のさ、マスコットキャラクターみたいなのが、ダイオウグソクムシと、噛んでもうたけど。これあれで何やったっけ？ダウンロードコンテンツとのね、めっちゃ噛むけどね。ダウンロードコンテンツのオクトパスエディション、それのなんかキャラクターに似てますね。もしかしてここで暗示されていたんではないかということで、これあれでしょ？またそこにカップラーメンありますね。こうホタテかなんかの貝のマークのあれでしょ？これほらほら、どうぞみたいな。ホタテ貝みたいなのがありますね。で、ここになんか、これあれやんか、土管あるやん、マリオの。あ、しかもこれ下もあるんですね。へぇ、地下みたいなもん見えますね。これマリオやんか。これ、ドゥ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 って、ドゥ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 ってできるやつやん。チリマリオが入れそうな土管がありますね。へぇ、すごいですね。で、ここにこれがあって、ちゃんと電話があって、受話器がイカのマークになって、そしてここでもカップラーメン食ってると。もう、とりあえずみんなカップラーメン食いたいんでしょうね。どんだけ腹減っとんねん、言うことありますが、天海美術大学がすごい見るとこ多いんですよね。本当にインフィニティなんですよ。で、ここは見ましたか？登山部で、ここで、あ、漫画読もうとしてるけど寝てもうたみたいな人などなどがいて、メガネかけながら作業してる人もおると。で、絵が見えますね。絵が、あの絵、目見えると。目じゃないわ。絵が見えると。なんか、あ、あのあれか、クラゲの銅像を描いてるんや。はぁ、画伯ですね。そのプルプルな腕でちょろんちょろんって描いたらペランパランっていうね、素晴らしい絵が完成するんでしょう。ほんま、適当言ってますけどね。で、螺旋階段見ました。で、真ん中も見ました。で、ここの彫像も見ました。っていうことはもうだいぶ見たかな。あとこの辺登って適当にパーって見て終わりにしましょうか。見た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 、こっからも見た、見た見た見た。ほんでここマリオの土管でドゥ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 ってやるんでしょ。じゃあなんかあったらね、また、シーンを入れようかな。ネタのシーンをね。ここ横からちゃんと見てなかったですね。ほら、これあれやんか。あおりちゃんの絵を描いてる人がいますね。あおりちゃんファンがおるんかもしれん。そして学食で、パソコン触りながらメガネかけて帽子かぶってなんかしてはる人がいますね。いろいろしてるんでしょう。ここ学食ですね。あそこにドーナツとかコーヒーみたいなの見えんもん。すごいぞ、シンプルにこれは。
アマ美術大学見れるとこ多すぎてやばいですね、これ。エレベーターもあんねや。これでどっか行けるんや。上のこのマンションじゃないけど、キャンパス内の2階、3階、4階ぐらい上がれるんでしょう。ということで、もうこんなもんかな。これで何もなかったらまたね、レギュラーマッチの回収していきたいと思うから、歩いてる人をね、よく見といてあげておいてくださいね。皆さん見てください。イカの足かタコの足かわからんけど、すごい芸術的なカラフルな作品がありましたね。これはね、ぜひともね、収めとかなあかんということでね、僕はこのシーンをチョイスいたしチャップ。はい、ということで散歩で楽しんだ天美術大学でロングブラスター使って頑張っていきましょう。はい、まあいつも通りの散歩で楽しんでね、ウキウキしてるっていうステージをもう一回楽しめるという構成となっておりますよ。そしてね、しかも僕はもう分かってるからマップで見まくったかも、どこに誰がおるなんて、そんなんチャップの脳みそがピンピカピンのピンピカピンやれいうことでね、長射程生かしてね、敵の人をね、爆破していきましょう。ほいほい、二角やからな、爆二角やから、もうこれは恐ろしい能力ですよ。倒してますね、味方の人が。インフィニティな強さやった。そしてジェットパックの人も倒してんじゃんか。なんで強いんだほんで、そこにおる人を倒していきましょう。ほーいしょ、ほーいしょ、ほーいしょ、はい、直撃完璧いいですね。もう僕アップされてるからやっぱ直撃も取れちゃうんですよね。吸盤棒投げて上に逃げていきましょう。よいしょって、やっぱ距離感大事やからな。この爆風の間に払いられたらロンブラーもね、ごめんなさいってするしかないんで、そこは皆さん気をつけましょうね。はい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 、爆風2発強いですね、ほんまにシンプルにね。うわい自分のジェットパック当たらんのに敵の人のジェットパック確実にデスする説ありますよねナイスしとこうと。さあ、行くぞ、頑張って塗っていきましょう。雨降らしでね、地味にね、塗りにくいところをカバリングしてくれてるのがね、ロングブラスターだと思うんですよ。雨降らしでね、塗り塗りしていきましょうね。さあさあ、ハトポッポして、エモロはどこにおるんですかね。この辺でパンパンしといたらいいかな。チャージャーの人に気をつけつつ、パンパンしとけばなんとかなるんではないかと、個人的には思っておるんですが、はい、あと一発、ナイス爆ダメージがいいですね。クイックボムが恐ろしいぞ。これパーン、ダイナイス、はい完璧ですよね。やっぱアシスト取れますね、ブラスターね。一発さえ当てとけばいいんでね。もうそれがすごくいい。やっぱ一発当てたらいいんですよ、皆さん。一発ね。そして味方の人と一緒に倒せば、チームにも貢献できて、強さがインフィニティっていうことなんですよ、皆さん。インフィニティチャップがね、いっぱいできるわけなんですよ。わかりましたか？これがインフィニティチャップ。ほらね、今インフィニティチャップできてたでしょ？そして直撃も取れますからね。ロンブラ直撃取れるのは結構ナイスですね、ほんまに。いやいや、ナイス。ほら、すごいでしょ。やっぱ爆風キルがインフィニティなんですって。雨降らしで弱ってくれといてたら、なおかついいですけどね。よーいしょ。これ、マニューバーコラボの人なんでしょうかね。この、たまーにジェットパックとかで突ってきてくるのは。あー今のは皆さん、突きすぎですから、ダメですよ。ナイスして、やられちゃップして、ナイスしときましょう。はい、ナイス。さあ、ポン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 やっていきましょう。あ、上にこれ2階に給水タンクもちゃんとあるんですね。へー、新たな発見が生まれましたね。新たな発見やで、いうことで。まあ、パンパンしといたらいいと思いますよ、ブラスターいうものはね。パン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 してたら直撃がよう取れるね、今日ね。直撃フィーバーや。今日直撃ほんまマシマシでやん。直撃の日や。直撃に始まり、直撃に終わる。直撃の巨人ってやつでしょうね。敵の人来てたね。直撃の巨人とか言ったら全然見てなかったよ、これ。皆さん集中してくださいね、ゲームするときはね。僕みたいに軽くやらないでくださいね。いや、全然軽くやっていいですけどね。軽くやらなかったらデスしないですけど、軽くしたらデスする。その当たり前の事実をね、楽しんでもらいたいですよ。はーい、おつまりちゃう、終わり、いうことで。まあ、なんやかんやパンパンしてたらいけましたね。さあ、あとは、残念無念、まだジャンプですね。一試合で負けた時はもう残念無念、またチャップ。これしかないんですよ。伸びないさんがいましたからね。ほら、爆風アシストと爆風の直撃キルで11で2で雨降らしで、全然先般じゃないということができるわけなんですよ。ブラスターいいですよ。パンパン打ってるだけでいいですよ。僕みたいに前みたいにアホみたいに考えんと、突らんとちゃんと距離開けといたら、ロンブラはほんまにデスシャンでいける。はい、ということで今回は天美術大学を散歩で楽しもうという回でしたが、めちゃくちゃ楽しみましたね。すごい良かった。見るとこ多すぎてね、動画のタイトル悩むねん。いつもなんか強すぎた、最高、わらわらわらみたいな適当、めっちゃ適当な、なんかありふれたアホみたいなタイトルばっかしてるんですけど、それじゃないからな、今回の。もう見るとこ多すぎんねん。海牛、消化、頭だけの銅像怖かったとか、これちょっとめっちゃ迷いますね。
いや、ウミウシにまさか餌付けしないでくださいって、あんなんあると思わんやん。シンプルに天海美術大学は不思議がいっぱいや。大学というね、学校というだけあって、七不思議とかね、あるかもしれませんということで、あ、天海美術大学の七不思議みたいな適当に自分で作って動画あげましょうか。あ、そうしよう、そうしよう。だからこの散歩のネタと被ってるかもしれませんけど、皆さんほんまそれ許してくださいね。あ、完璧やん。いいやん、それ。めっちゃ適当でクソクオリティでね、低評価やばそうやけど、まあ、気にしないでやりますね。はい、ということで、ロングブラスターじゃな、逆なってるやん。ロングブラスター、強かったです。終わりにしましょう。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバーイ。おーいしょ、おーいしょ、はい、直撃、完璧、はい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 、爆風にやつ。強いですね、ほんまにシンプルにね。うい、このたまにジェットパックとかで取ってきてくるのは、あー、パンパンしといたらいいと思いますよ、ブラスターいうものはね。パン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 してたら直撃がよう取れるね、今日ね。直撃フィーバーや、直撃の巨人ってやつでしょうね。あの敵の人来てたね。